D-BUCKS 参加に英中語雄平が3セーブ目。11戦連続零封&15Kで防御率 2.492。ダイヤモンドバックス参加にAジャクソンの中古雄平写真ゲッティイメージズ。拡大写真。ダイヤモンドバックス参加にAの中古雄平投手が10日日本時間11日ブレーブス参加ミシシッピ戦に2日連続で登板。1回1安打無失点1奪三振と好投し、今季3セーブ目を挙げた。これで11試合連続無失点と快投を続けている。15は 1-0 と1点リードの9回に登板。まずは先頭メネセスを空振り三振に仕留めた。さらに続くデメリッテにはレフト前ヒットを許したものの、ランドーには初球を打たせてユーゴロ併殺打。連投となったが結果的に3人で攻撃を終わらせた。セーブを挙げたのは6月6日、同7日以来。この日は12球を投げてストライクは8球と相変わらず制球は安定しており、防御率も 2.49 まで下がってきた。6月16日同17日から11試合連続無失点で、その間は13回1スラッシュ3を投げて15奪三振24球。計175球を投げてストライクは117球となっている。ロッテを戦力外となり、ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んで2年目のシーズン、メジャー昇格へ着実に結果を残している。